ダララコッペパン。今日も一緒に頑張れ。はい、どうもレインです。よろしくお願いします。昼です。真っ昼間。今日ね、ちょっとめちゃめちゃ久しぶりに宅飲みしたいなと思って、セブンイレブンでいろいろおつまみというかお昼ご飯か買ってきた。よでね、じゃんこれで、ね、今めちゃめちゃ話題のカシュッと開けると泡がモコモコモコってなってゴクゴクゴクっていうめちゃめちゃ素敵なビールです。これがね、私どうしても気になって、ビールってそんなに今までめちゃめちゃ飲んできたわけでもなくて、ちょっと果たして飲めるタイプのビールかわかんないんだけど、ちょっとね初挑戦したいなと思います。それでは早速宴の始まりです。せーの、いただきます。で、今日はねセブンイレブンで約1000円分のおつまみたちを買ってきた。コンビニおつまみでおうちせんべろ的な。せんべろ久しぶりや。まずこちら、私が大好きな野菜スティックで、これもめちゃめちゃ大好きなタコ物で、これこの間食べたらめちゃめちゃ美味しかった一口キンパ。すごくない？めちゃめちゃ食べやすくてさ、美味しくてさ、キンパが売ってるってすごいよね。キンパが売ってる。あとね、これ初めて買ったささみチーズカツ。これ冷凍食品なんやけど、めちゃめちゃ美味しそう。レンチンしてくるわ。あち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 、じゃじゃじゃん、こんな感じ。めっちゃ美味しそう。待ってすごい鼻すごい鼻にギュンって、酢入ってます。あ、酢入ってるわ。グンって嗅ぐの注意でね。今日ね、なんとあ、まさに今リアルタイムだとあと6人でチャンネル登録者様が4万人になります。うん、本当もこの動画撮った時に行くか行かんかって微妙なライン。なんか前も3万人もう少しで行くかもって時動画撮ってて、その時も宅飲み動画だったのよ。で、私チャンネル登録者様が万単位で増える時の節目、なんかお酒飲むっていうなんか縛りが体に刻まれとんかなと思ったんやけど、いやマジでめちゃめちゃ偶然なのね。今日たまたま宅飲み動画撮ろうと思って。すごいね、みんなもう本当見つけてくださってありがとうございます私を。っていうのは4万人行ってから話したいんやけどね。めっちゃいい匂い、本当に。これを見よ、ピンとあえ。いや、これほんまにね、めちゃめちゃいい匂いがする。マジそそるです、そそるです。ではいただきます。ちょっとすきっぱらにお酒やばいから先に軽く食べるね。セブンのタコ物ね、本当に美味しい。セブンのしか食べたことないから他のコンビニの分からんのやけど、うーん、うまっ。タコブスって人気なんかな。私なんか割といつも行くときさ、ラスイチとかなんやけど、みんなタコブス大好きか。うーん、おいしい。 いや、これは推しがねタコブスを食べてるっていう情報を聞きつけて、私もタコブス食べようと思って食べたら見事にハマったっていう、推しセンキューっていうやつだね。じゃあ開けたいと思います。もうキンキンに冷えてやがるので、これ開けてから結構泡立ったらふーって飲まにはいけんやつやんな。何人か吹きこぼれてる動画見たから。え、怖いな。タコ物がビール漬けになっちゃったらどうしよう。ちょっと開けるね、怖っ。ちょっと待って、漫画があるんですよ。危ないです。あ、ちょっとハーマイオニーみたいにやりたかったんだけどできない。ちょっと泡が吹きこぼれるのが怖すぎてめちゃめちゃ吸引してたらちょっと少なくなっちゃった。いや、でもなんか意外と、ちょっといただきます。おう、最後にビール飲んだ時より飲めるようになった気がする。ちょっと大人の階段登ったかもしれん。あ、まあ、もしもビールが本気で飲めなかった時のために、じゃじゃじゃん、この白い液体は何でしょう。シンキングタイムスタート。終わり。正解はですね、ほろ酔いの白いサワーではなく、スコールでございます。ちょっとみんなほろ酔いの白いサワーって騙されてくれるかなと思って期待を込めてスコール買ってきた。まあバラしちゃったんだけど、いただきます。乾杯。うまっ、乳酸菌の炭酸、うまっ。いただきます。うん、マジで味噌マヨがめちゃめちゃうまい。これはこれナンパーだ。ビール普段飲まないからアルコールがナンパーとか全然知らないんだけど、あ、5%だ。まあ。でもこれまたさ、出荷停止なんでしょ、人気すぎて。私ね、出荷中止になるよっていうあの LINE ニュース見た日にちょうどなんかスーパーで買ってたから、
タイミング良かったかも。岡山イオンずらっと置いてあったから買ってきた。相変わらずイオンばっか行ってるから。うまっ。待って、登録者が、おお、あと4人。この動画中に行くかな。ささみチーズカツいただきます。うん、めちゃめちゃ美味しい。めっちゃご飯欲しい。柔らかい。なんか熱くなってきたな。熱いな。うん、じらしプレイされてる。キンパいただきます。うん、おいしい。私の視聴者さんはね、大人の方がねとても多いんやけど、みんなも宅飲みとかしますか？あのぜひね、個人的にめちゃめちゃ好きなお酒とかね教えてくれると嬉しい。私は飲めんかもしれんけど、いろんな種類のお酒を知りたい。社会勉強的な。うん、なんかほんま美味しいわ。冷凍のコーナーにこれ売っとるのでね、おすすめ。ささみチーズカツに合わせるご飯がキンパで、カロリーマシマシ、うまうま星人。うん、ワンツースリータタタ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで。ピーマル様の曲めっちゃ頭ループする。タコごちそうさま。なんか昔、小学校も何年生の頃か忘れたんやけど、キリンのビール工場だけに見学ツアーみたいなの行ったことあって、なんかお母さんがそういう工場見学ツアーみたいなのが好きで、よく私を連れてね、やんやかやんやかって言ってたんやけど、まあ、そこでキリンビールの工場いろいろ見て回ってって、まあ、小学校であるってわけじゃなくて普通に個人で申し込むやつなんだけど、その時にノンアルコールビールの、もうアルコールが入ってなくてマジで子供でも飲んでも大丈夫っていうやつのビールの試飲があったの。それ飲んだ時私もめちゃめちゃ衝撃的な味で、もちろん小学生だから美味しいと思うわけもなく、そこでね、ビールってマジでこんな味なの、お父さんなんであんなに美味しそうに飲んでるのって思った記憶。あれね、ちっちゃい頃にビールの試飲とかせん方がいいと思うよな。そこでまずいって印象がつけられたら、子供の頃のさ記憶というか、なんかトラウマってさ、なんか大人になっても続くからさ、トラウマってわけでもないけど、私はビールは大人になってから20歳になってから飲んでみるのがいいと思うのです。それでまずかったらまずかったで、うまかったらうまかったでやんね。あと3年。あともう一個思い出したんやけど、これは私多分幼稚園ぐらいの頃の話なんやけど、今はこんなご時世だからないかもしれんけどさ、なんかスーパーとか行ったら試食みたいなのがあった時代あるやんか。なんかウインナー焼いたりとか、ちょっとヤクルトちょっとついてどうぞみたいなやつとか、もうああいう系で、あのビールの試飲をお姉さんがやってたのね、近所のスーパーで。これはマジでアルコールなしとかじゃなくて、アルコールが普通に入ってるビールの試飲をこんなちっちゃいカップで提供してて、売り場にお姉さんいたけど、なんか普通に置いてあって、で私なんかそれビールかなんかって分からず、ほーってコクって飲んだのね、幼稚園児が、まあ、あんまり覚えてないんやけど、私とりあえず口に入れた瞬間すぐブラーって吐いた。それに気づいたお姉さんとお母さんがめちゃめちゃ慌ててたってよ。今考えたらダメだよね、ビールの試飲とかさ。こんぐらいなら飲んでもえっかってさ、なんか飲むお父さんとかおるかもしれんが、車運転できた。そういう時代もあったなって今思い返してみるとすごいなっていう。あー、お腹いっぱいになってきたな。炭酸腹膨れるの。これせんべろとは別に買ってたデザート。これもっちりわらび餅の練乳パインと、皮ごと食べられる白ぶどう。もっちりわらびの方は前いちご味も出とってめっちゃ美味しくて、お気に入りのやつ。よし、じゃじゃじゃん、こんな感じ。ぶどう系は私皮ごと食べる派、種がない場合に限り。スプーン内から箸でいただきます。うん、美味しい。わらび餅っていうより寒天っぽい。
あとちょっとなのに行かない、あと3人なのに。ギリギリ4万になったと言っても減る可能性もあるからな。だってさ、この撮影前にさ、あと2人で4万人だってなった時に、次更新すると一気に8人減ってたからね。気まぐれなんですよ本当に。うん、もうちょっと粘りたいな。4万人ありがとうっていう写真撮ってこよう。待って、ね、ウェイト、今更新したらじゃんピンと合ってくれ。4万人突破してました。ちょっとツイッターとかにアップする用の自撮りを頑張って撮ろうとしてたらなっておりました。嬉しい。ちょっとまだ4万人ピッタやから、あ、ちょっとスクショ4万人ピッタやからね、また更新したらね、まだ減る可能性は全然あるんやけど、とりあえず動画中になれたということで、あの、めでたい。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。3万人突破したのが12月30日やったから、1月30、2月30、3月30、4月40、ちょっと待って、頭おかしくなってきてる。4ヶ月弱ぐらいで1万人増えてくれたということで、ありがとうございます。本当に、あとちょこっと言っとったんやけど、4万人記念で私久々に踊ってみたをやりたいなと思ってて、踊る曲も大体決めとるし、もう4万人記念でも踊りたいし、それ以外でも踊ってみたいな、またやりたいなって思っているので、あの、よければ楽しみにしていてくれると嬉しいでございます。私過去にね、踊ってみた何個かやっとって、 EV マーチ、お願いダーリン、ロケットサイダー、ファンサー、ブー、ヒロイン育成計画、なでなで、トントンマイ、ヒロインたるもの、ハッピーハロウィン、スイーツパレード、概要欄に踊ってみたの再生リストを載せておくのでね、よければあの、見てくれると嬉しいです。というわけで、ビールも意外と美味しかったし、4万人も突破できたし、みんな本当にいつもありがとうございます。はい、というわけで、ちょっと4万人突破した嬉しさから、ちょっとビールのホワホワ感がちょっと飛んだわ。まあ、これからもマイペースで頑張るぞということでね、まあ、ゴールデンウィークとかもたくさん動画上げれたらいいなと思っております。踊ってみた頑張って早く覚えよう。久々に踊ってみたとの楽しみ。というわけで、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok のフォローと LINE の友達追加もぜひ。というわけで、今日の動画終わりです。お疲れ、ありがとうございました。おお、4万2人になったよ。もうみんなマジありがとう。うさぎポポポポー。